な私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません、ご了承ください。急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。でもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて。でも太ったとか余計なことは気づかなくていいからね。もしも少し古くなってきて目移りするときは、二人が初めて出会ったあの日を思い出してね。これからプレゼントが効果的です。センスは大事。でも短くても下手でも手紙が一番嬉しいものよ。もしも涙に濡れてしまったら優しく拭き取って、ぎゅっと強く抱きしめて、何しか直せないから、これからもどうぞよろしくね。こんな私だけど笑ってうなずいて、ずっと大切にしてね。永久保証の私だから。たまには旅行にも連れてって、記念日にはおしゃれなディナーを。柄じゃないと言わずかっこよくエスコートして、広い心